言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。今日ね3月27日ですけれども、あの BMST トレーニーの大輝くんのラップバトル見てきます。高校生ラップ選手権ですね。第19回高校生ラップ選手権、16時会場17時開演でございます。自分スタンディング一般で入りまして、そうですね、行ってきます。クラブチッター、まあ高校生ラップ選手権に関しては昔ね見たことがあって、まあ私がいた時は確かね、まあノベルコア君が優勝した次の年というか次の開催かな、確か。当時は当然 BMSG はなかったし、まあスカイハイは知っていましたけど、なんていうかコアボーイをね、まあラップバトルとか好きだったもんでね、結構そのアベマ当時やってたよな、なんかね、ああまあいいか、もう時効ですから、時効って私が言ったことじゃないけど、 YouTube でね結構ねあれなんですよ、ラップバトルとかのそういうのがね上がってたんですよね。でその YouTube でラップバトルのやつを見たりとかしてたし、それでいろいろ見てたんですね。コアボーイとかもそれで見た気がする。ノベルコア君ね、そう、まあコアボーイのねインパクトは今思ってもすごかったですよ。まあほら当時の感じで言うと、もうざっくり言うと超イケメンなわけですね。でまあコア君も言ってますけど、まあ、ちょっとイキってたっていうかね、まあ、生意気な感じみたいな感じだったって言ってたけど、まあ、イケメンでラップ始めて大して時間経ってなくて、そんで初心者で、いやこれはやばいなーって思ってて、その後ねノベルコアとして BMSG で、まあなんていうか結構曲とかも聴いたりなんかするようになるとは思ってませんでしたが、まあそうですね、ラジオなんかも聴いてね、なんかやっぱりいろいろとあるなと思って、で大輝くんが今回ねラップバトルという部分では自分の中でもけじめをつけるっていう話をしていたわけですよね。皆さんも聞いたと思うけど、今回の大輝くん1回目で当たる相手が結構っていうかめちゃくちゃ強い人って話で、シャミスっていう人ですね。ブラジルのブラジル人というブラジルのハーフなんですかね、ブラジルの方というか、父親かなんか元 J リーガーみたいな感じのものもあって、なかなか面白い経歴ですね。いやいや、この方が優勝らしいというかね、前回、強いんじゃないかなって思って、そうなんですよ。まあとにかくね、まあ今回まあ大輝くんも出るし、なんていうかかなり注目度は高い試合、それが1回戦目で当たるっていうね。まあ大輝くんもバトルをね、それこそ小学生かな、その時からやっていた人でもありつつで、まあなんかね、まあなんかその下馬評といいますか、まあバトルのいろいろ見てる人からすると、まあ実質このシャミスと大輝のところが一番大注目試合だしって話で、で大輝くんに関するバトルに関する評価ってのはもともと結構高いみたいで、まあね、そうなんだなって思いました。ブランクとかちょっとあるのかもだけど、でもどうなんでしょうね、トレーニーとしてのなんていうかその大輝くんの動きっていうのは、まあアーキテクトミンだったら知ってる方もいらっしゃるのかもしれないけど、まああんまりちゃんとは分かっていないから、まあなんていうかバトルの練習とかしていたんですかね、わかりませんが。でいいっすね、ジャッジ、まあ審査員がカン AKA ガミ、ジョフカルマ、フォーク、マリア、ケンザ390ですね。この中で言うと、まあ、ケンザ390さんはね、まあスカイハイのね、本当に大事な先輩でございまして、皆さんの中でもご存知の方多いですよね。でそうですね、ヨフカルマさんに関してもスカイハイのラジオにも出ましたし、まあ自分としてはね、カンさんもフォークさんもマリアさんも含め、ヨフカルマさん、ケンザさん、みんなとても聞いてきたし、まあバトルがね、何しろ、まあマリアさんはちょっと別かもだけど、
まあ、カンさん、呂布カルマさん、フォークさん、ケンダさん、みんなバトルでもどんどん勝ち上がってきた人ですよ。ね。で、DJ がヒダディさん、ヒダディ DJ なの？ああ。で、あ、柳崎さんもいるね。DJ 柳崎さんもいらっしゃるし、うん、普通にこの辺も楽しみですね。はい。っていうことなんですけど、まあ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 、そうだな。なんかあれですよね、でも、こう見てみると、やっぱり、女子もいるし、まあ、大輝くんもいるし、まあ、いろんな人がいます。で、まあ、例えば、福岡から来た人もいれば、まあそうですね、結構いろんなところから来ていて、実質、まあね、クラブチッター、まあ、クラブチッターは神奈川だけど、都内から来る人っていうのもね、全員ではなくて、結構いろんな地域から来ています。で、これを見る感じで、まあそうですね。で、アベマ TV でも見れるはずなので、ぜひ、ね、現地ね、行かない方でも見ていただけるといいなと思いますし、おそらくは、大輝くんがけじめをつけるというかね、まあ、バトル、ラップバトルっていうものに関して、一度こう、自分の中での答えを出すっていうことなんだと思うんですけど、まあ、前々から言われていますね。まあ、三つ目のグループの動き出しっていうのも、そろそろやっていくんでしょう。まあ、水面下ではもうやっているんでしょう。ガールズグループのシャミナさんの方のもあるけども、まあ、スカイハイも言ってますが、あれはまた別会社っていう形にもなるし、って話だし、まあ、やはりスカイハイの流れとしては、BE:FIRST、マーゼルに続く第3グループなんだろうなって気がします。いつになるかはわかりませんがね。まあ、とにかく。まあ、でも、やっぱり、まあ、言うてやっぱり、ルイ君、大輝君、カノン君は、ね、所属する形になるんだと思うけど、まあ BMSG もね、トレーニーとかおそらく私たちが知らない子らも今もたくさんいるんだろうからね。前もいたかもしれませんが、だってね、海龍くんと生徒くんのことはね、知りませんでしたからね。うん。まあトレーニーとして、ランくんとレイちゃんと、大輝くんとルイくんが、いるみたいな感じのは知ってても、でもその時に海龍くん生徒くんも実はいたっていうね、そういうことですもんね。でカノンくんはその後でミッション後に合流してみたいなところだし、もちろんだからまだそのいるわけですよね。うん、おそらくはっていう形ですよね。ちなみにアベマ TV ヒップホップアベマっていうアカウントがあって、そちらで大輝くんとシャミスさんの試合についてのあの言葉が書かれていて、非常にこうなんていうか、なんだろうな、試合っぽくていい感じの文章です。ファーストラウンド B ブロック第4試合、 BMSG のエリートルーキーと叩き上げの前回王者が激突っていう感じでね、エリートルーキーっていう風にも書いてありますね。まあなんかね、この歌い文句もね、ある意味、まあ、エリートルーキーっていうね、まあ、この感じがこのバトルのところでどう受け止められているかっていうところも、その、私、グランパンパスが BMSG ファンであると同時にヒップホップファンであるからっていうところもあるので、やっぱり、おそらく高校生の中では大輝くんは、うん、まあ、成功者。つまり、ね、人生で成功してる。まあ、言うて大成功ですよね。うん、っていう形。将来も、まあ、私たちもがっつりサポートしますから、ね、将来も、ある意味だいぶ担保されているっていうところで、シャミスに関しては叩き上げの前回王者って感じで、だからこのエリートと叩き上げっていう感じの、そういう歌い文句になっていて、まあそういう風にね、書いているっていう部分、プロモーションの部分っていうところを含めて、ジャンプ漫画とかだとしても非常にこう胸熱になる感じのね、そういう言葉ですよね。うん、まあそうですね、この感じで、まあ私たちはというか、エリートルーキーのね、方の、まあ、ヘッズでございますが、味方でございますが、っていうこともありつつ、まあ本当にね、まあその辺の部分はね、とにかくそんなに気にせずに、単純にラップバトルを楽しんでこようと私も思っていますので、はい、っていう感じです。まあとにかく、どうなってくるかわかりませんが、まあ、とにかく見に行ってきますよ、私は。はい。っていうことなんでね、楽しみにしましょう。
はい、ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく街角の語り部、グランファンパースでした。はい、ここまで見ていただきましてありがとうございます。3月花粉も飛んでおりますし、寒かったり暑かったりするかなって時期でね、いかがお過ごしでしょうか。お願いがございまして、こちらにも貼ってあるかと思いますが、現在チャンネル登録者2万人を目指しております。理由といたしましては、 BE:FIRST をはじめとしてボーイズグループなどの J-POP カルチャーをこう世界にっていうところで、まあ、私も情報発信をさせていただいている身として、登録者の数が多いとそれによって説得力も増しまして、それで新規の方とかにも良い情報を伝えるっていうことが今よりもさらに広くできるようになるんじゃないかなというところでね、もちろん2万人超えたらその先を目指してまいります。はい、チャンネル登録に関してご心配の方もいらっしゃるかもしれませんが、 YouTube のチャンネル登録は無料ですし、それで登録したところでこっちに何か言われることもありませんし、変なサイトとかに行くこともございませんので、ポチッとやるだけで大丈夫ですし、もしねちょっと私の動画が気に入らないって感じになったら、スッと解除すればこっちにも通知も来ませんし、何にも問題ございませんのでね、もしよろしければと言いますか、一度登録をしていただけるとなんて思っております。はい、そんな感じでございます。それではまた。